はい、こちら大きな岩の前にいますけどもね、こちらですね、近くで見るとほら、なんかセメントで小さい石をバーってセメントで埋め込んだような、そんな見た目ですけれども、これ違うんですよ。これ昔海底火山かなんかでこの溶岩出てきた溶岩にこう小さい石がブワーってなってこういう見た目をしてるんですけども、で下の方はなんかね地中間なんかに埋まってたんでしょうね。ほら層が違います、ここからね。でこういったね、なんか溶岩に溶けて小さい石がブワーってこうくっついた石をサザレ石っていうらしいんですよ。結構専門家の人に言わしたら、あの珍しいらしいです、このサザレ石。すごい、僕の身長より大きいですから。ほらこんな岩がね、大岳登ってる途中にたくさん点在してるんですね。